iPhone ケースのヌードですね。これ名前が示す通りに、この色がついてないです。これ透明なケースですね。ポリカーボネート製ですね。ポリカーボネートってのは非常に強い材質で、オートバイとかのカウルとか、あと CD ですね。CD とかあとプラスチックレンズに使われる素材です。非常に硬くて透明度が高いです。で、これでガードすることによって、この触った感触はなくなってしまうんですけど、この iPhone の美しい質感、それを活かしたまんまでカバーすることができます。それ付属品としては、このキャップ類ですね。ドックコネクターとヘッドホンのコネクターをガードするためのキャップ。また保護シールですね。これiPhone 使う人にとっては、ネタ虫とかいると思うんですけど、まあ、今回ちょっと付属してましたので貼ってみようかと思ってます。多少安心感が出てきますね。それとこれがクリーニング用のクロスですね。まず最初これで、この表面ですね。これを磨きます。それで、細かなホコリとかを取ってください。これポリカーボネット製のケースですので、この細かいホコリとかあると非常に目立ってしまいます。ですので、必ず綺麗にしてください。綺麗にしたらはめ込みます。こんな感じですね。ちょっとケースの方にもホコリがついてましたので、これも取ってみます。やっぱ質感はちょっと劣りますね。この表面の部分、この金属の部分も触れないですので、このプラスチックな感じになります。ただ安心感はありますね。あと微妙なところなんですけど、ちょっと辛い位置よりちょっと出てる感じですね。ですので、多少表面がガードされるかもしれないですね。あと、ここに、保護シートを貼ります。ここも、綺麗にしておきますね。これも買ったらすぐにやった方がいいですね。まあ、ガラスですので、あまり傷つきにくいと思うんですけど、まあ、傷つかないものはないですので、保護シートとかでガードしておいた方がいいですね。ただ人によっては、この保護シートによって、この見にくい、画面が見にくくなるということで、嫌う人がいますので、これは、まあ、絶対に落としたり、この液晶画面から落とさないっていう、そういう自信があるんでしたら、貼らないっていう手もありますね。私はちょっと貼ってみます。これ2枚ついてますね。ですので1枚が劣化しても、まだチャンスがありますね。それ、これがアディシブサイド。接着ペンですね。こっちが保護フィルムサイドですね。
まずこれ1番の方を剥がします。剥がしたら iPhone の方に貼ってきます。これちょっと緊張しますね。気泡が入らないように丁寧にやってください。これでも入っちゃいますね。それ貼り付けたらこの2番の保護フィルムですね。これを剥がして終了ですね。でも保護フィルムを剥がした瞬間になんか気泡が入っちゃいましたね。しかも液晶画面の真ん中に入ってしまいましたのであんま美しくないですね。貼ってみました。ちょっとカメラじゃあんまわからないかもしれないですけど、そんなになんか汚くなるという、保護シートを貼ると汚くなると言われるほどは汚くならないですね。ですので、まあまずは貼ってみるといいと思います。それもしどうしても汚ければやめてしまえばいいと思います。まあこれだけでもすごく安心感がありますね。これはおすすめですね。この製品ですね。繰り返しますけど、ヌードっていう製品ですね。透明なポリカーボネット製のジャケットと、あと保護シートが2枚。あとはヘッドホンジャックとドックのコネクタを保護するためのプラグですね。それがそれぞれ2個ついてます。iPhone 買ったら同じ店でこの保護パーツを買うといいと思います。または Amazon とかで速攻で iPhone とか買う前に注文するといいかもしれないです。